入野芳郎の小管弦楽のためのシンフォニエッタ1953年の作品でした。では次に竹光徹の弦楽のためのレクイエムですが、竹光さんは1930年東京の生まれ、清瀬康二氏の門下です。で彼の作品ではスタティックレリーフとかボーカリスム愛というようないわゆるミュージックコンクレートの作品がよく知られていると思うのですが、しかし今から演奏される作品はそういった新しい音の探求というものとはある意味で正反対の非常に伝統的な弦楽合奏によるものです。でこの題名のレクイエムというのはご承知のようにカトリックの死者のためのミサ、鎮魂曲のことです。この曲は去年の6月上田正氏の指揮による東京交響楽団で初演されました。竹光さん普段ミュージックコンクレートをやってらっしゃるんですが、あなたのミュージックコンクレートに対するお考えっていうか信念っていうかそういうものをまず伺わせていただけませんか。ミュージックコンクレートっていう名前は僕にとって大変便宜的なものなんです、はい、つまり僕にとってはそれは音楽以前のはるかに直接的な、うん、っていうかな生な精神の運動を意味しているんで、うん、なんか自分にとって認識の最高の方法を心得ているわけです、うん、音の正確な把握っていうのかな、うん、それを僕はそういうことから得たいと思ってるんですけど、なんかそういうお話伺うとね、普通の作曲家っていうよりもなんか詩人っていうかそういうこう精神態度っていうかものを感じるんですけれどもね。それはね、はい、なんか音がですね、今音にしても言葉にしてもなんか非常に関連の記号化されてなんか他と区別するものっていうふうにしか使われてないわけですけども、現代ではね、それはある昔ですね、音楽芸術というふうにして音が芸術として独立していない以前の状態ね、そういう状態では音も言葉も美術も全てがこうなんか未文化の状態であって、相対としてあって、なんか音を発音するというような時、それはもう明らかに性の挙動だったわけですね、そうした未文化な状態に何かもう蘇らせたいという気持ちからです。そうすると人間の発想の根源というものに遡って、そして音楽家としてあらゆる音の素材を使ってそういうものを探求すると。そうです。そうするとですね、今度今から聴く作品は非常に伝統的なね西洋音楽の伝統形式で作られているわけですけれども、その関連というようなものを分かりやすくお話し願いませんか。このレクイエムという題ですけども、それは別にカトリック的なその意味はないんですけれども、そうですか。でも今お話ししたように、僕にとって音っていうのについて考え方ですね、それを発音する音楽するっていうことは、絶えず死とか死ですね、つまりそれ沈黙に対してのなんか抗議であったりするわけで、それでレクイエムっていう題を選んで書いたわけですけれども、そうするとつまりキリスト教の儀式というようなものをもうはるかに超えた、なんかこう人間の生と死の触れ合いの場というようなものを表現なさる、そういうことを暗示するためにレクイエムという表題を持ってこられたと、そう解していいんでしょうか。そうです。でこれからもこういう伝統的な形式で作曲もなさるわけですか。その伝統的な形式っていうのにはまたいろいろ話せば長くなったんですけども、もちろん簡単にはね、片付けられないし、僕にとっての精神運動で、僕の仕事は音楽を書いていくわけで、ミュージックコンクレートも続けますけども、こういう器楽のための作品はもうどんどん作りたいと思ってます。そうですか。どうもいろいろありがとうございました。では竹光徹の弦楽のためのレクイエム、全1楽章の曲です。